炭酸水素ナトリウムの性質を調べる実験をしてみましょう。はい、お願いします。お願いします。まずは熱分解をしてみましょう。はい、熱して分解するってことですよね。素晴らしいですね。はい、はい、こちらの試験管にはあらかじめ炭酸水素ナトリウムが入れてあります。はい、これを加熱してみましょう。そして、出てきた気体をこちらの水溶液の方に導いています。はい、この中の水溶液は何ですか？水酸化カルシウム水溶液、つまり石灰水ですね。先生、はい、白く濁ってきましたね。はい、友田さん、白く濁るということは、はい、二酸化炭素ですよね。はい、はい、その通りですね。そして友田さん、こちらを見てください。はい、水滴がついてるような感じがしますけれども。はい、そうですね。うん、水ができて、試験管について、曇っているということですね。じゃあ先生、この中に入っていたものはどうなったんですか？はい、これは、炭酸ナトリウムという物質に変わっています。炭酸水素ナトリウムが炭酸ナトリウムに変わったんですか？はい、その通りです。はい、では次に、はい、酸との反応を見てもらいます。はい、この二股試験管の、こちら側には炭酸水素ナトリウム、はい、そしてこちら側には塩酸が入っています。この二つを混ぜてみますので、はい、こちらの試験管に注目していてください。はい、わあ、すごい泡出てきました。おー、先生、これも白く濁ってきたということは、はい、二酸化炭素ですね。はい、その通りです。先生、なぜふくらしこに使われているのか教えてください。わからなかったんです。